はい、皆さんこんにちは。佐京です。ポコです。こんにちは。こんにちは。昨日の晩、集計したね、MA シャーシ、何色使いましょうというところを皆さんに募集しまして、で、集計結果なんですけども、こちらです。せーの、じゃん。赤が11票、青が4票、白が1票、ガメタが3票、ピンクが10票、ネイビー、紺ですね、が3票、オレンジ3票、グリーン2票、濃いグレー1票。意外とピンクが大健闘してると思うんですね。ピンクと赤で割れまして、最終的に赤になったというものでございますので、赤で作っていきまーす。これですね。今からこのシャーシ切って、バンパー組んだりしてやっていきまーす。ね。頑張ってください。こんばんは、佐京でございます。シャーシの応募ありがとうございましたね。見ていただいた通り赤でね、制作することになりまして、途中経過の方ね、ご報告しようと思います。まあ、制作過程の動画はね、ちょっと撮る余裕が、なくてですね、まあ、かなり、急ピッチで作業を進めまして、なんとか6、7割ぐらいはできたかなというところまでは来ました。ね。というわけでね、本日はその途中経過の方をね、お見せしようと思います。撮影日はですね、6月の10日の月曜日でございます。ね。というわけでね、今現状の形、これです。いきます。せーの、じゃん。ね。なんとかシャーシも削りまして、前のバンパー、と、アンカーまではできたんかな。はい。ローラーはね、どうするかちょっとま考え中です。今回のレイアウトに関してはね、もう13ミリでもいいんじゃないかなとか、思ってたりします。ね。その辺はちょっと、組みながら考えていこうかなと思ってます。改めて見ますとね、ね、MA、シャーシかっこいいですね。はい。非常に懐かしい、かつ、改めて MA っていいなと思いましたね。今回のシャーシのカットですね。横切るとね、シャーシが反るから嫌だと、いう方も結構いらっしゃいますけど、僕は切る派です。まあ、ちょっとでも剛性を落としたいんで、こういう風な形にしてます。ここのね、電池と、このシャフトの間切れ目入れようか迷ったんですけど、結構この赤シャーシってね、蛍光カラーのシャーシの、強度に近くてですね、割れやすかったりするので、今回ここに切れ目入れるのはやめました。入れるとね、ちょっと、合成が抜けて柔らかくなっていいというのもあるんですけどもね。ちょっと公式で走らせる分には強度がっていうところがあるんで、切れ目入れるのはやめました。ね。タイヤ、ね。今回アルミホイルにしようと 思っております。まあ、できるだけ低重心で低いところにね、重心を固めようかなと思いまして、アルミホイルと、あとはちょっと、まあ、考えがあります。ね、それは、こう、完成の時にね、発表しようかなと思います。バンパーですね。まあ、ビス飛び出てますけど、これはちゃんとね、処理しますのでね、切ったりね。フロントはね、AT、オートトラックバンパーでございますね。こんな感じになっていくやつでーす。僕のやつね、すごいシンプルな形になってますんでね、また作り方は、やれたらいいなと思ってます。これ使ってますね。ブレーキ、プレートセットのやつね。はい。これが非常にブレーキ張るとこも良くて、オートトラックバンパー作るにも形も良くてね、気に入っております。ね。スラスト、こう、飛行が上がるとスラストも入るというものでございますね。もうちょい精度上げたいですけどもね。うん。っていうのと、リアはもう定番のアンカーでございますね。はい。スラダン方向にもちゃんと動きますし、ね。こういう風な感じで、ね、いなすこともできるというものでございますね。はい。というところまでできております。ね。まあ、ここまで来ればね、まあ、あとは、まあ、ローラーつけたりとか、細かい仕上げに入ってくると思うので、とりあえず、目処はついたかなというところでございます。ね。こんな感じです。まあ、あと、ボディ何にしようかなっていうのもありますし、ちょっと、しっかりね、考えつつ、組み上げていきたいなと思います。まあ、今週中には、もう完成をさせないといけないわけですからね。必死のパッチで頑張りたいと思います。というわけでね、今回は、タキオの MA 作成状況の、
途中経過の、お話でございました。また次回お楽しみに。次には完成しているように頑張ります。ではまた次回お楽しみに。以上です。